はい、今日もあなたと百姓天国。はい、本日は12月の5。ちょっと喉が痛くてね、お聞き苦しくて申し訳ございません。こういう時もありますね。毎日動画上げてれば体調がいい時もあれば悪い時もあるね。だいたい体調悪いですからさあ、春人参のねトンネル栽培も始まりましたね。あんな感じでどんどんね、こうやって向こうの左の奥からね、春人参の作付けが始まって、どんどんねトンネルが張られていきますね。今目の前にあるこれはね、一番右側、これが来年の4月ですね。最後に撒く紅葉2号ね。そしてこれが3月に撒く、これは3月まではベータリッチですね。はい、この2本はトンネルはありませんね。これは、マルチを張ってそこに点巻きして、パオパオ1枚ですね。ここはもうクリーンシーダー、あ違う、この2本ともクリーンシーダーですね。剥がしてクリーンシーダー走るだけですね。でパオパオベータ影、マルチはここまでですね。マルチを張って3715マルチはここまでですね。だから、この2本は楽なんですね。クリーンシーダー走らせるだけですからね。だから4月3月になればもうクリーンシーダーのみですけど、 ここまでは2月はね、これ2月です。2月3月4月とね、ここまでは、マルチ3715張って点巻きして手で巻いて、そしてまあパオパオ1枚か穴開きトンネルですねという形、はい、ここまでだからトンネルを張ることになるわけですね。だからあと1,2,3,4,5 本で終わりですからね。楽勝ですよね。家庭菜園ですね。あの仕事的にもね全く難しくないですし、仕事量もね、まあ畑も狭くなりましたけど、昔の本当に何分の1で、これの何が難しいんだろうって私は個人的に思うんですけど、ですから何度も言いますけどね、オーガニック栽培って全然難しくないですね。よいしょ。さあ人参を取りましょう。喉が痛くてね、昨日もあんまり寝てないんですよね。今日はっとね気がついたら朝方だってね、4時ぐらいでしたかね。だから、ああまだもうちょっと寝れるなと思ってね。でもあんまりやっぱりあのゆっくり深く睡眠は取れなかったですね。よいしょ。あれ持ってくるの忘れた。今年はちょっとね人参の出来が良くないですね。はい、まあ今年ちょっと暑かったっていうのもありますけど、ちょいとちょいとって感じですね。はい、ああ落ちた。ちょっと小さいね、小ぶりね。これぐらいは欲しいんですけど。こうやってね連作すると、あの土の状態がよくわかりますね。で作りながら土をね、今どういう状況なのかね、その特性をつかんでいくわけですね。なのでね、あの土作りっていうのは理論上どうのこうのっていうね、何にもない真っさらからね何かをやろうとするんじゃなくって、野菜をね作りながら
その畑の土のね状況において合わせていくのが大事なんです。だから理屈からね、なんとか農法とか言って理屈から入るとうまくいかないことが多いのはそういうことなんです。畑というのは一枚一枚違うので、ね、同じその地域でも違いますから、その理屈や理論にその畑を合わせようとするんじゃなくって、この畑の野菜を作りながらね、この状況にあなたを合わせなきゃいけないんですね。はい、そのことを分かってない人は結構多くてね、だから農法やそういう人間の理屈をね優先してる人は失敗しやすいですね。で、そういう農法だとかにこだわってね大成功した人ってほとんどいないです。はい、僕は見たことありません。それよりもね、普通に肥料とかそういうものはまあ適当にやりながらガンガン畑を広げている人の方が成功しやすい。それが農業ですね。観光栽培の方とかそうですよね。はい、農業の本なんか一冊も読んでないしなくってね、そのまま新規就農して30ヘクタールね、外国人の方をたくさん雇って30代で大成功している人ね、いますよ、いくらでもね。その人にね笑われながら言われたことあるんですよ。ぬか入れてるんですかとね、ちゃんと発酵して入れてますかとね、それは半分で冗談で言ってるわけですよね。当然観光の方ですからね、ぬか入れることなんかないわけですけど、まあ嫌味で言ってるわけですけど、笑い話でね、こっちも笑うわけですけど、その人の感覚からするとぬかを入れることすら面倒だっていうことを言いたいわけですよね。観光栽培では化成肥料と農薬撒くわけですからね、トラクターで何の問題もないわけです。それでね、何をそんなに土作りですかみたいなことを言ってるわけですよね。その人はね、茨城でガンガンやってる人でしたが、懐かしいですね。今日寒いな。だから農業ってね、そんなに勉強する必要はないんですよ。はい、オーガニックをやろうという人は皆さん勉強するの好きですけどね。勉強しなくたって野菜はできます、食べていくこともできますね。もともとそんな難しい仕事ではありません。今年はちょっとね、人参の形が良くないね。はい、去年よりかは良くない気がしますね。やっぱり一つは今年暑かったっていうのと、まあ土の問題ですね。はい、やっぱり土作りをもうちょっとせんといかんですね。これ今3本目ですけど、2本目取ってきますか。よいしょ。はあ、結構太ってますね。
2本目の方がいいか。撮影してましたね。ごめんなさい。なんか喋れと。すいませんな。喉が痛くてね。はあ、腰も痛いし、ちょっと体調はなかなか今日は最悪でございますね。ね、体調がどうね、喉が痛いね。それはお客様には関係がないのでね。今日は火曜日、金曜日ですから粛々と出荷するわけですけどもね。はい。まあだからそういう仕事ですよ、ね、あ、まあね、私の敬愛するロックミュージシャンが体調が悪い時の楽屋入りは最悪だって。今日はもう声も出ないね、体調も悪いだけど、俺は今からステージに立って何万人の前でロックンロール勝負を繰り広げなくてはいけないんだとね。家に帰ったら問題は山積みだと。最近頭もハゲてきたね、植毛するかね、いろんな問題をかんかんかん抱えながらね、もしかしたら一生に一回しか来ない人のために光を見せなくてはいけないわけでしょ。昔のように飛んだり跳ねたりはもうできませんね。でもなんとかシャウトしてロックンロールをしなくてはいけないわけですよね。大変な仕事ですよね。そう、僕の敬愛するそのロックミュージシャンはね、ステージは光なんだと、ね、だから俺は光を見せる義務があるんだと。今言ったようにね、体力が衰えていく、プライベートはガタガタね、頭もハゲてきてるね、どれだけジムに行ってももう筋肉はつけない、つけられない。でもそれでも2時間3時間飛んだり跳ねたりしてお客様に光を見せなくてはいけない、それが私の仕事だとね。大変ですよね。大変だと思います。でもね、農業も同じですよね。農業は別にね、自分そのものを見せる必要はないですけど、農産物で光を見せなくてはいけないんですよ。なので僕は農薬を使いたくないんです。はい、農薬や化成肥料を使いたくない理由はね、僕の中個人的なことですよ、個人的な意味で農薬と化成肥料を使って野菜は美味しくならないんですよね。科学的データ知りません、そんなものは関係ないです。俺が美味しくないと思えば美味しくないんですね。客観的なデータは必要ありませんね、僕は美味しいと思う、自分が美味しいと思うその主観的な野菜をお客様に届けたいだけです、ね、そこに客観的データは必要ありません、ね、なので、ね、よく言われることです、ね、エビデンスは、ね、野菜の美味しい美味しくないにエビデンスは必要ですか、ね、知りませんよ。アミノ酸の含有量が何パーセント以上だと美味しく感じるとかあるんでしょ。で、僕は少なくともね、農薬化成肥料を使うと美味しい野菜にはならないと思ってますね。実際今まで30年やってきて美味しいなと思う野菜はまずは農薬と化成肥料がないことですね。はい。でもだからといって全てのオーガニック野菜が美味しいと思うことはありませんね。そこにはコツがあるんですよ。エネルギーの高さと食味、この2つです。僕が美味しいと思う野菜は、はい、この2つを僕は僕なりに追求しているわけです。1つは窒素分を抑えること、ね、窒素分が多い、野菜は美味しくありません。だから窒素分はできるだけ控えた方がいい。でも完全無肥料
だとやっぱり食味が落ちるんですね。甘さがない、ね、美味しいですよ。エネルギーレベルは高い、でも食味は低いんです。わかります？ある程度の甘さというのは必要なんですよね。そのためにある程度有機質肥料が入れた方がいいというのが僕の考えです、ね、まあそれはだから人それぞれなんだと思うんですけど、野菜を美味しくするにはまず窒素分を抑えること、ね、で炭素で作るようになると野菜は美味しくなります。これは僕の経験上そうですね。だからぬかを入れるんです。鶏粉ではなくてぬかを入れる理由はそこです。窒素分を抑えること。炭素で野菜を作るように心がければ野菜はどんどん美味しくなります。だけど美味しい美味しくないというのは主観ですからね。お客様が美味しいと思えば美味しいね。それはもう人によりますので、ただ僕はやっぱり薬剤を使って美味しいっていうのは基本的にはないことだと思ってるので、使わないだけです。客観的データはありません。主観です。ただやっぱり除草剤なんかはね、かなり土壌にダメージを与えますから、それだけダメージを与えてね、微生物が死んでしまうって野菜が美味しくなるわけはないんですよね。はい、というのが僕の個人的な考えです。観光栽培を否定するつもりは一切ありませんね。人類を、今の人類を支えるのは観光栽培です。農薬と化成肥料です。だから正解です。よろしいですか？そこを間違ってはいけないです。ただ私が農家として美味しい野菜を届けるには農薬は必要ありません、ね、使いたくないです。美味しいお野菜を作るために無農薬で野菜ができるということを技術があれば実できているわけじゃないですか。だから私は農薬は使わなくてもヘクタール単位で補助を回して、それで野菜作って30年やってきておりますので、農薬を使わなくても野菜ができるということを知っております、なのでそれをしているだけです。皆さんそこ分かってないですよね。だからオーガニックっていうのはあくまでもそういう個人的思考のもとに成り立っているものなんですよ。人類全体の、ね、食料問題を考えた時に農薬と化成肥料は必須です。よろしいですか？だからオーガニックは宗教ではないんですね。オーガニックは全ての農産物の答えでもないんですよね。わかります？確かにオーガニックはね、ヨーロッパではかなり増えてきております。ですから私も全ての農産物のうちの1割から3割ぐらいはオーガニックにできればいいなとは思ってますけど、 100% は無理です、ね、今の日本の国土ね、山ばっかじゃないですか。平地がこれだけ少なくてね、そこで全部オーガニック栽培したら1億人なんて食えるわけないんですよ。それを分かった上で言ってますって話でね。しかもいくらで買ってくれるんですか？という話でございます。そういう現実的なね、議論をする必要があります。でもどのみちね、オーガニックなんて 0.2% なんですから、何からもどこからも相手にされてないんですよ。だから議論にすらする必要はないと僕は思ってます。まずは 1% を超えたり、ね、1割を超えてからですよ。 0.2%、 たかが 0.2% のことで何か議論する必要があるんですか？そんなことより、もしそれを増やしたいと思うんであれば買ってくださいってことですね。我々はこうやって一生懸命作ってますよ、ね、一生懸命作ってます。日本の消費者にできることはたった唯一買うことだけですね。パーセンテージを増やしたいんだったら買ってください。それ以外に日本の消費者にできることはありません。国が 25% ね、オーガニック農産物といって緑の食料システムね、
現場である当事者である我々オーガニック農家、誰も信じない数字を平気で農水省を出してますけど、消費者が買ってくれなければ無理ですよね。えどうですか皆さんまあどうでもいいですけど、よいしょ、よかったら皆さん買ってくださいね。人参8キロか10キロぐらいか、送料込み4000円で売ってますね。安いでしょ。私の技術の粋が詰まったオーガニック人参です。よかったらね注文ください。人参送料込み4000円でお届けいたします。疲れた。はい、以上になります。